Hi everyone, it's been a while since I uploaded a video about a Fimi Palm. ということで、今回ですね、Fimi Palmのフィームアップデートのお話です。また今回、Fimi Palmの、ファームカメラの方で、ファームウェアが来ているので、それとりあえずダウンロードを始めます。ダウンロード終わりました。そしたら、この Fimi の方につなげていきましょう。アップデートします。4月の29日、最近ですね、変わったのがバージョンがカメラのファームウェアのアップデートで 1120.02 Fixed the variable frame and its resolution setting effective problem、 多分フレームとのリゾリューション価格のセッティングのフリッジみたいなの問題の解決っていうのが今回のアップデートですね。ツンバルファームウェアの 1004.1、 これ前やったはずなんで、これはないですね。もうちょっとで終わりそう。最後まで言ってくださいね。終わりましたね。こっちもアップデートサクセス書いてある。文字でかなった。頑張って。ピント。マックは前と変わってないね。何やろ、何かかったやろ。サイズ 2.7K の60で。ピクチャークオリティはスーパーファインのカラー。フログで一回撮ってみて、後で色を入れてみようかな。マイクがね、なんか外部で使えるようになったっていうのは見たんですけど、徐々にね、バージョンアップして進化はしてきてるようですね。ロースピード、ああこれカードが安いやつ買ったからロースピードでついていかれへんっぽいですね。 3.3 ってなってるんで、よしこれ、お、もの一緒ですね。特に変わってないですね。今回はアップデートの紹介でした。何が変わったのか分かりません。以上です。